この動画は以下の要素を含んでいます。それでもよろしければ、ゆっくりしていってね。はい、ということでどうも皆さんこんにちは、ニグでございます。現在は貯蓄が足りなくなった真鍮インゴットのため、鉱石をふるいで集め中です。この世界だとこれでしか鉱石を集められないからな。溶岩だらけの世界、こういうところが不便だよね。てか全人類こっちの世界に来ればこの不便がデフォルトになるのでは？勝手に人類巻き込まないで。てか本来こういうのはいつも全カットで終わらせちゃうよな。まあこのシリーズは作業控えめを目標にしてますからね。こういう地味な作業もなるべくそのまま視聴者の元へお届けする予定です。その古い完全デクラフト、アイアンメッシュとダイヤモンドで。ダイヤモンドメッシュの完成、そのダイヤモンドメッシュとエメラルドで。エメラルドメッシュの完成、レアなアイテムが出やすくなってる網です。早速設置、やけに鮮やかな黄緑色だな。こういう色のそうめん見たことあるよね。これにしか見えないからやめて。これに張り替えることで、より効率よく鉱石を集めるって作戦ですよ。控えめの作業となると、少しでも効率よくしないとですからね。うおってことで鉱石のかけらが7スタックほど集まりました。これを4つ固めると鉱石になるので、実質インゴットが1スタック半くらいですね。さらっと言ってるけど普通に結構な作業量だよなこれ。まあこれくらい工業やってるなら当たり前ですからね。控えめな作業とは一体。ってことで、真鍮インゴットの完成。これだけあれば当分は持つことでしょう。ここから先の発展には真鍮インゴットが不可欠だからね。せっかくこれだけあるんですし、ちょっと防具でも作りますか。真鍮インゴットで。ブラスチェストプレートの完成。ノックバック耐性もついてる、地味に強い防具です。早速装着。クリーム色の防具、初めてですけど何か強そうですね。ノックバック耐性もあるし、下手な防具よりは強そうだね。今までは頭のゴーグルしかつけてなかったからな。じゃあこれまでの動画全部 R18 にしないと。裸で実況してたの？お次はメカニカルクラフターでクラフト。今回は前に言ってた、新たな原動機を作っていこうと思います。真鍮ケーシングと真鍮シート、真鍮インゴット、ストンで。動き始めたぞ。やっぱりメカニカルクラフターのこの時間、ワクワクしますよね。一体どんな原動機ができるんだろうな。レシピミスしちゃった。時間返して。どうやらインゴットとシートの位置が逆になってたみたいです。ってことで改めてクラフト。これでまたレシピミスしてたら罰ゲームだからな。4チャンク露天掘りくらいならいくらでも掘り抜く覚悟でいます。なんで乗り気なんだよ。お、アイテムがまとまり始めた。ってことで完成、かまどエンジン、水車と風車に次ぐ、新たな原動機です。ついにエンジンの時代が到来か。どんな風に動くんだろうね。と言ってもこれだけじゃ使い物にならないのでさらにクラフト、真鍮インゴットと真鍮ケーシングで。ってことで完成、静車、かまどエンジンに取り付けることで、動力として変換できるようになるパーツです。早速組み立て、かまどエンジンはバニラのかまどに取り付ける形で使います。ちゃんと取り付けれました。進捗も達成か。工場の心臓部、いい響きですね。燃料を入れるとこんな感じ。かまどの燃焼でエンジンが動くの、リアルの内燃エンジンっぽくていいですね。アニメーションも滑らかだね。出力も多そうだし、エネルギー関係は当分これ一気で賄えそうだな。ってことで増やしました。なんでいつも増やすん？かまどエンジンは設置できたものの、燃料が手動搬入だといつ止まるかわからない。ってことで、お次は燃料の自動搬出入ラインを作っていこうと思います。エンジンって言っても動かしてるのはかまどだから、ホッパーとかの搬出入で良さそうだな。早速配管開始。と言っても、バニラかまどの自動搬出入なんてほとんど初めてなんですけどね。記憶を頼りに手探りでやっていきます。ホッパーの上にベルトコンベアをつなぎまして、燃料が搬入されるかテスト。ちゃんと搬入されましたね。やっぱりベルトコンベアって便利だな。受験の時にも助かりますしね。どこの部分で？安山岩ケーシングと安山岩合金で。デポの完成、中間素材です。そのデポと金板、歯車で。重量射出機の完成、歯車の力で遠くに射出できる機械です。急にそんなもん作ってどうすんだよ。ふふ、よくぞ聞いてくれましたねマリサ。めんどくさそうだからやっぱいいわ。キューターねぐくない？使い方はとっても簡単。まずシフト右クリックで打ち出したい場所を選択して、その直線上の位置に重量射出機を設置。せっかくなので射出テスト、うまくいけばさっき設置した丸石の部分。風車に叩き落とされててくさ。こんな感じで、重量射出機はクラフターやブロックを指定の位置に射出できる機械。クラフターは叩き落とされますが、どうやらブロックは無視して飛ばせるみたいです。これならベルトコンベアを長い距離繋げなくても良さそうだね。これでかまどエンジンに使う原木を伐採工場から輸送したいと思います。
ってことで輸送ラインカッコ仮が完成しました。射出機から飛ばされた原木をベルトコンベアに乗せ、かまどエンジンに搬入しています。射出機で向こうから急にブロックが飛んでくるの、なかなかに不思議な絵だな。こうやって輸送の幅が今渡し流れてなかった。ここでちょっと寄り道。かまどエンジンラインを作るのにレッドストーンが足りなくなりそうなので、素材となる砂の生産工場を先に作ろうと思います。レッドストーン、今のところ砂を砕いたホコリを振るうしかないしな。今は砂利を砕いて砂にしてるんですが、砕くのもかなりの手間がかかりますからね。ここでいっそ全自動工場を作ろうって魂胆です。急がば回れってやつだね。本当はかまどエンジンラインが想像以上に複雑でめんどくさくなっただけです。砂を過ぎやしないか。今回使うのはスーパート前に作った破砕ホイール。これで砂利を砕くと砂に加工できるみたいです。他の機械と比べて結構大きいんだな。まあ私くらいの実況者になるとこれくらい大きい機械も扱えるんですよ。ちなみに破砕ホイールは2個で1組。こんな感じで向かい合うような回転にするとゴリゴリ砕いてくれます。同じ回転方向にすると加工できない。ここテストに出ますからね。どのテストに出るんだって話だけどな。東大の二次試験とか。出るわけねえだろ。東大をなめんな。上につける砂利生産ラインは何回も作ってきたのでサクサクと、こうやって今までの経験が役に立つの、工業って感じで楽しいですね。おっと、ここで挑戦達成ですか。ハイレベル応力、エネルギーの発電量が一定を超えたとかか。って超過応力で止まってるじゃないですか。まずいまずい、早くかまどエンジンに燃料を入れないと。ふう、これで一安心ですね。危なかったな。あと1秒遅かったら兵庫県が消滅してたぞ。そんなんで消滅させんなよ。かまどエンジンって出力は大きいけど管理が大変なんだね。結構動作が不安定なので、さっさと残りを組み立てちゃいましょうか。ってことで完成、全自動砂生産工場。おまけで粘土と砂利も生産してくれる工場です。かなりシンプルな見た目になったな。これで砂と火打ち石と粘土が無限に手に入るって、とんでもないポテンシャルですよね。けどこれだけポツンってあると、なんというか工場感が少ないよな。なんかこう装飾とか壁とかでうまい具合に工場感が表現できればいいんだが。工場感が足りないってことなので増やしました。だからなんで増やすん。やっぱり工場って言ったら大量加工ラインですからね。少数精鋭より数の暴力、これこそ工業のロマンですよ。だとしてもせめて全カットで増やさないでほしかったな。まあここのチャンネル全カット以外知らないんで。知れよ、知る努力をしろよ。ってことで砂の無限化が終わったところで、お次はかまどエンジンラインの配管、原木と木炭の全自動搬出入ができるよう調整していきます。ギチギチに詰まってるから調整が難しそうだね。まあこれくらい赤子の手を握りつぶすようなもんだぞ。そうかそうか、赤子の手をか。えしくじってない。と言っても、この実況もすでにパート7。これくらいできないとマイクラ歯車実況者として失格ってもんですよ。ここまで来てできないってなったらメンツの問題になってくるよな。とりあえず指の1本や2本は覚悟しておかないとね。どこの責任の取り方？それならまだ19回は失敗できますね。両手両足行こうとしてない。と言っても、効率のいい配管なんて知らないので手探りでやっていくんですけどね。しのごの言ってる暇があったら手を動かす、作業の常識です。ベルトコンベアの向きを間違うだけで大惨事になるからな。というか、ベルトコンベアって略称ってないんですかね。ベルトコンベアって7文字ですし、こういう時連呼すると手間だなって思いまして。確かに言われてみると気になるよな。ベルトコンベアならコンベアとかベルコンとかじゃない。こういうのって4文字とかでまとめるのが多そうだし。そうだね。それは彼氏が悪いわ。何を聞いてたんですか。まあよく聞くのはコンベアとかですかね。ベルコンもいいですが、まだコンベアの方が伝わりやすそうな気がします。これからこのチャンネルでの呼び名はコンベア、これにしましょう。ただ3文字減るだけだけどな。これで日本の税金制度がより複雑化します。いやダメじゃねえか。ここでクリエイトワンポイント。このようにベルトコンベアにチェストを挟むと、ここがバッファとしてアイテム溢れを防いでくれます。ここのラインは原木だけなのでドロワーを使うことにします。ここのドロワーで1回回収してまた搬出するんだね。これがあるのとないのとじゃ輸送の柔軟性が段違いですからね。こういう細かいポイントが私のようなプロ歯車使いになる第一歩なのです。確かにこういうワンポイントは使っても損になることはなさそうだな。まあこの情報視聴者から聞いたんですけど。プロ歯車使いさん、これで原木のコンベアのラインは完成だね。あとは木炭の搬出入をどうするかですね。正直ラインが狭すぎてわけがわかりませんが、ここまで来たらゴリ押しで行こうと思います。木炭の搬入ラインにもドロワーを設置。これで木炭が溢れて詰まるのを防止できます。ここまで来るともはやマイクラというか物流芸だよな。こういう細かいのが好きなんですが、実況にすると伝わりにくいのが悲しいところですね。こういうのを使うと便利になるんだくらいで分かってもらえるとありがたいです。私は正直頭痛くなってきたぞ。たまにはこういうのも実況で話してもいいとは思うけどな。いいんですか。卒業式くらい時間かかりますよ。あ、結構です。最後に木炭搬出ラインの合流部分を作成。原木を精錬してできた木炭を、さっき作った燃料搬入ラインに合流させます。木炭がポンポン溢れてるな。あとはこれをどう上に合流させるかなんですよね。
試行錯誤した結果、さっき作った重量射出機で上にダイナミック合流させることに、あれだけ遠くに飛ばせたんですし、数ブロック高いコンベアにも射出できるでしょう。ちゃんと飛んでますね。バッファ用のドロワーも設置してるな。ちなみになんですけど、ファンネルを真鍮ファンネルにするとスタック単位での搬出ができます。これで効率よくアイテムを輸送させる、プロ歯車使いの技の一つです。なるほど、そういう技術もあるのか。まあこれも視聴者から聞いた情報なんですけど。もうプロ名乗るのやめろよ。ってことで完成したのがこちらになります。ってことで完成、完全自動かまどエンジン工場です。全自動でエネルギーを生み出してるので、これも工場ですね。かなりギチギチに詰まったラインだな。コンベアもとんでもない数あるね。いやー、このギチギチ感こそロマン。工場は並列かつギチギチに簡潔に詰まってるのが美しいですからね。横から見るとこんな感じ。一番上が原木ライン、その下が燃料の木炭ライン、一番下が精錬した木炭のラインになってます。精錬した木炭は一箇所に集め、重量射出機で燃料の木炭ラインに合流させてます。こうやって見ると高さごとにちゃんと分けてるんだな。ちゃんとドロワーをかませてバッファもつけてるね。これでよほどのことがない限り詰まることはないと思います。ちなみに現在のエネルギー事情はこんな感じ。作る前のエネルギー量が6000前後だったので、だいたい19万くらい増えてますね。これでエネルギー不足に悩まされることはないぞ。絶対ここまで増やす必要はなかったよな。ロマンと美しさの前では無駄こそ正義になりますからね。こういうのがいいんですよ、こういうのが。ってことで、今回の動画はここまで。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントをよろしくお願いします。今回作った工場を含めると、今まで作った工場は9種類、目標の10種類まであと1つだな。いやー、このシリーズも終わりが見えてきましたね。溶岩まみれのこの世界、最後まで生温かい目で見届けてくれると幸いです。せめて温かい目で見てほしいな。それでは、今回も最後までご視聴、ありがとうございました。次回もまた見てねー。